NEC presents Kage and Asuka Denko Sekka Program No Doubt。こんばんは、小林孝です。 NEC presents Kage and Asuka 電光石火プログラム No Doubt。 この番組は今年デビュー20周年を迎えたチャゲアンダスカの2人の魅力を存分に楽しんでいただくプログラムです。この後すぐチャゲアンダスカの2人が登場します。3年ぶりにリリースしたニューアルバム No Doubt について、そして全国ツアーについてたっぷりと話を聞いてまいります。また今日は盛りだくさん。その他にもチャゲアンダスカを尊敬してやまない今をときめく若手アーティストたちからのメッセージも届いております。もしかしたら噂のあの子がやってきて番組をかき回すかもという情報も入ってきているので、どうか最後まで聞いていただきたいと思います。僕はちょっとよく分かってないんですよ、噂のあの子って誰なんですか。もちろんこの番組を聞いていただいた方には素敵なプレゼントも用意しておりますので、こちらもどうかお楽しみに。それではお待たせいたしました、早速お呼びします、チャゲアンダースカー。どうもいました、さっきからずっといました。どうもいやいや、どうも久しぶりです。久しぶりです。どうも久しぶりです。なんかなんかある時に会ってるような感じが。そうですね、節目節目で。なんか普段は全然会わなくて、よくね。だからその度になんか、あれから何年経ったのだなっていう。そうそうですね、チャゲアンダースカーの2人を見て僕は時の移り変わりを感じるので、毎回お会いすることに出てくるんですけど、そうですね、デンコロのね、最初の。そうですね、あれは僕はデンコロシアムはデビューでしょ、ナレーションをやっていただいたんですよね。デビュー、そうだ。だからチャゲアンダースカの節目節目でなんかこう、79年だからデンコロね、80年ですよ、次の年ですけどもね。そのあ、そうかそうか、それでね、勝谷さんのチャーゲアンダースカーっていうのがね、あれでこけました。いやいや、もうかっこよくて、落ちました。あれから20年、約19年。はい。いやー、懐かしいですね。今日はいろいろ、他では聞けない話なんか伺ってまいりますので、わかりました。よろしくお願いします。それでは早速8月25日リリースの25、僕の結婚記念日です。あれ、そうですか。そっち話がいかないようにしましょう。3年ぶりのニューアルバム、ノーダウトから1曲、それではお願いいたします。じゃあノーダウトを聞いてください。NEC presents チャゲアンダスカ電光石火プログラム No Doubt をお送りしています。さて早速ですが、このパートではチャゲアンダスカの8月25日に発売になったばっかりのニューアルバム No Doubt 大特集していこうと思っています。さっきも20周年の話をしたんですが、20年の間に結構変わりましたね、いろいろね。いや、音楽業界変わりましたね。もう本当に変わっちゃったね。レコードがなくなったんですからね。そうですよね。でデジタル、まあ、録音もデジタル、やっぱ革命がありましたね、やっぱりね。革命がだから一つか二つ、いや、いろんな革命がありますよ。だからレコード CD になったっていうのと、録音方法なんかも変わってきたでしょ。そうですね、デジタルになってきてますね。でコンピューター導入でしょ。今回のレコーディングはどうですか、時間がかかったらしいですか。かかりましたね。どうして。いやー、どうしてなんでしょうね。チャゲアンダースカになれるアプローチの時間かかりましたね。あ、というのは3年っていうのもお互いソロやってましたから。ソロをやってて、だからそのじゃあその3年は何だったんだろうってよく思ってたんですけども、ノーダウト、このアルバムノーダウトを完成した時に、あ、このノーダウトを作るための3年だったんだなっていうのは気がしますね。あ、まあソロはやってましたけども、で要するにそのぐらい表現できたし、変化な僕らの中ではあるアルバムだと思うんですね。チャゲアンダースカっていうものを追求したっていう感じとしては、どう、2人がこうやり始めてガン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 盛り上がっていった感じ、それとも、その途中で親っていう瞬間だとか。いや、もうね、途中でそのプレミアムライブというアコースティックライブがあったりして、なんか結構それが境目でまた急にガッと曲ができたり詞ができたりしてましたから、とにかくアスカさっき言ったように、そうチャゲアンドアスカをやろうというね、それがなんか非常にちょっと助走が時間かかったのは事実ですね。ああ、なるほどね。今回なんか面白いこととか失敗談とか、いやもうね、今になって話せるみたいなありますか。一番スタジオにいたかな、2人が。そう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 、一緒にね、ちょうどこのレコーディング入るちょい前ぐらいに、情熱大陸がドキュメントでずっと僕らのことを撮ってくれて30分放送したんですけど、その中では最後のシーンで
ということでジャゲンダスカまた各々の別々のスタジオに入っていったということで終わるわけですよ。おお、うんうん、そうなんだけど、もうその直後ですよ、これ違うなとそれ別々にじゃいかんなとでそれでも同じスタジオに入って、で今まではどっか線があって、お互いお互いの曲をやっぱり存在を出すために、やっぱりアンタッチャブルなとこあったんですよ、ね、だけどこれはちょっと違うだろう、もう相手にズカズカ入っていってこそ、まあ、今の俺たちだろうということで、うん、もう気兼ねなく臆せずどんどん入っていって、だからもうプリプロの段階から2人ずっともういた。じゃあ今回のアルバムってのは全然違うんだ、今までのやつとは、うん、作り方違いますね、うん、だからもうその3年間、その前の3年間で一人一人のやつはもうやり尽くしてますから、うん、じゃあで今回はプロデュースも自分たちでやってますから、うん、なんかそういうことでアーティストでありプロデューサーでありという名刺を2つ2枚持ちながら仕事しましたから面白かったですね。うん、だからこれはプロデューサー的な意見であるとかね、うんうん、これはアーティストの意見であるとか、そういうあの使い分けできたしね、うんうん、面白かったです。で、よしチャゲはそうやろうっていうね、だからあのプロデューサー的から見るとプロデューサーからの意見からしてみると、僕の意見は あチャゲ&アスカっていうのはどこにも属さないグループであるなっていうのを確認できましたね、ノーダウトを作った時に発見した、うん、プロデューサー的に言わせると、うん、自分たちアーティストから言うとあれですけど、プロデューサーから言うと、うん、あチャゲ&アスカっていうのはどこにも属してないわと、うん、独自なものをやっぱりやってるグループだなと再認識しましたね、うんうん、あのいきなりですが、うん、あの飛鳥さんの詩は妙にその飛鳥さん本人に被ってる感じがします。あ、そうですか、これ実話っぽいところ、うん、まあでもそれはね、まあ、自分の中に入ってきたものを、ね、吐き捨てるに出す時もあるし、うん、あのやっぱり一番難しいのは、うん、実と虚の間でうごめくことだと思うんですよ。でその中でその実と虚の間で何か物語が出来上がっていくっていうのを考えると、うん、あながち全く作り物でもないし、うん、でまたそれがまたあのものすごくなんて言うんだろうな、まあ、まあそうですよね、みんな物作る人ってそうなんですけどね、うん、どこか物を貸せればいいと思ってるんで、うん、ただやっぱあの今回チャゲの部分でラブソングが先行して進んでいったことがありましたから、まあ、それをなんかアルバムトータルで見ると、うん、ここでラブソングが増えてもなんだなっていうことで、うん、割とそれ以外の部分を引き受けたとありましたからね、うん、というのもね、うん、あの Two of Us っていうのはこれあの昭和という時代を意識して作ったという、まさに自分がその過ごしてきた日本人のだけの時代 の呼び方である、あの昭和という時代をなんか自分の中に残したかったんですよ、うん、なんか一つの映画を見てるようなもので、自分ではその平成神田川って呼んでるんですけども、なんかそういう言葉一つ一つで映像が浮かんでくる、しかもそれが昭和の時代の映像が浮かんでくるようなものにしたかったんですね、うん、だからひょっとしたらこれはあの本当に今中学生の方とか高校生の方には分かんないのかもしれないんだけど、うんうん、でも分かる人には分かってもらえる映像曲であろうというね、うんうん、これはあれですか、その今僕が聞いたのはそのチャゲがその昭和っていう時にもう、うん、あのアスカも入ってるわけですか、その中に作るとき。あ、もう作るとき入ってますよ、はい、ます、あ、あのもういわゆる、まあ、詩はね、はい、今回は、まあ、あのこのトゥーバスに関しては僕はもう本当にこの曲は本当に横から見てて、うん、あのもうお手上げ状態で、これはもう俺は横で歌うしかない。あ、そういうことなんだ、うん、この曲に関してはね、うん、もう全く詩はもう僕はもうお手上げ状態。ああの曲とかいろんなものもうお互いぐちゃ混ぜでやってるんですけどね、うんうんうん、この詩に関してはね、あの全く手触れることできなかったですよ。ああ、なんか彼の中での、うん、そういうイメージがそういう出来上がってるんで、うん、だからそういうなんか見方してみると、さあさて僕はどうハモっていこうかな、どういうふうにすればこいつが気持ちよく表現できるし僕が気持ちよく表現できるかなっていうことだけでしたからね。じゃあそのさっき話をした、平成版神田川これを聞いてみたいと思います。 Two of Us NEC Presents チャゲ&アスカ電光石火プログラムノーダウトをお送りしています、いよいよマリンメッセ福岡からツアーチャゲ&アスカコンサートツアー電光石火これがスタートするんですすごいですね、あの電光石火ってちょっと気になるんですよね、はい、うん、だけどなかなかあのこれは、昔あったフレーズだけど、生き返りましたね、この死んだフレーズが、ね、NEC っぽいでしょ。あ、NEC っぽいから電光石火NEC っぽいでしょ、なんかうん、なんか、いやいや中国語で、うん、NEC のこと電光石火って書くんですよ。本当に？いや、嘘です、お前、勝谷さん騙してどうすんだよ。いや、あのなんかね、うん、勢いのあるツアーにしたいなみたいな話から出て、で一気にこうバッと通り過ぎるようなものにしたいなみたいな、うん、なんか電光石火って言うとやっぱり誰も思い出します、街のみんなが振り返るとかね、そういうフレーズが出てきます。
それ電光掲示板じゃないですか。あ、いや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 、あの肩で風切る、あのなんつうの、なんかありましたね、なんかそういうの、そういう、うん、だから電光石火ってね、うん、なんか織田信長のモットーだったらしいんですけどね。あ、そうなんだ。早陣でバッと駆け抜けていくみたいな。昔から風林火山みたいな、そうそう、風林火山っていうのは、なんか江田信玄の風林火山、織田信長の電光石火ってことですね。で、そういうことですよね。はい、そうですね。これ覚えやすいですよ、電光石火。アンプラグドのライブをやったときに、はいはい、さっきちょっと話をしましたが、はいはい、あれはどうでした、その自分の気持ちの中で。気持ちの中では、あんなに気持ちがなんか、なんだろうな、エキサイトするのは思わなかったですね。アンプラグドって割と淡々、まあもちろん淡々でやったんですけど、なんだかね、自分たちのやっぱレベル予想あるじゃないですか。こんくらいやるときとこのくらいの反応があって、このくらいの満足感を入れて、ああよかった、やってよかったっていう気持ちになれるだろうと思ってますけど、なんだかね、自分たちのなんですけど、本当に自分たちの予想をもうはるかに超えた反応がもう本当に僕らのとこ届きましてですね、なんとかこれはなんか新しい僕らのページじゃないかなって、新しい、あで、これ3年に1回ぐらい、2年3年に1回ぐらいの自分たちのなんとかな、楽しみにしたいなっていうのがありましたよね。チャゲもそうでした。そうですね、なんていうんですかね、ドンカマを使わないライブ、全て生音でやるというね、やっぱその面白さ、まあ、3年前にロンドンで体験したんですけど、それを3年ぶりにその国内でやれた喜びっていうんですかね、なんか一つライブの扉が一つまた増えたかなっていうか、形式のね、気がしますね。今回 のコンサートではそれっぽいこともある、そうですね、そういう瞬間もありますね。大阪と東京しかやってませんので、今回役なんで、今回の電光石火でそういうのもちょっとコーナーでやろうかなと思ってますけどね、今回のそのツアーの面白さっていうか、面白さ、もうね、素だと思うんですね。もう生身、素、等身大、もうそれに尽きると思うんですけどね。やっぱり90年代の初頭のコンサートか半ばにかけては、まあ、バブリーな時続きましたから、オンステージでもの中でも、ほら、例えば照明一つにしてもセットにしても、とにかく見せて楽しませて、感動させて、それでもうそれがもう売り物のようなコンサートが日本至る所で、まあ、海外もそうですけど見れたじゃないですか。なんかそれはちょっと途中から様変わりしてきましたよね。そう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 、ミュージシャンスタイルってなってきたじゃないですか。でなんかちょうどその僕らはね、ちょっとそれに飽き出して、かなりなんかもうこの辺が限界だなと思ってたのが、スーパーベスト3の、ね、3年前のツアーやるんですよね。もうやることやっただろうと。だけど次のツアーやるときに、なんかその なんていうんだろうな、そこから逃れられなくなるではないか、まだ今次やってもそういうのがありまして、もうソロで一回壊してしまう、もうソロをお互いやって一回その呪縛から離れようということで、その時間が随分時間かかりましたね。でそのソロでは好きなことやりましたから、なんかそういうスタイルでコンサートをやれたんですけどね、ミッションスタイルで。この電光石火でもそういうなんかチャゲアンダスカーの肌触りを感じられたらいいなと思って、お客さんが、空気感をね。だからまあ本質的に言うと、なんかいろんなことをやるかもわかんないけど、もっとこう心と心をつなぐ、そうね、そう思いますね、まあ、それができれば一番いいんですけどね、まあ、そこを目指してはいるんですけどね、今回特に、目立ったもの受けることはありますか、裸になるとかあんま考えてないですね。さっき言ったように、なんかチャゲアンダスカを感じてくれればいいなっていう、それがメインですからね。宇多田コピーするんですよ。オートマティックをコピーしようかなと。オートマティックを、全自動っていうタイトルで全自動っていう、で僕はだからドラゴンアッシュかなんかやるかなと。ああ、でもチャゲアンの曲やらないで人の曲で終わっちゃおうかみたいな。それがそれがだけどできちゃうから恐ろしい。まとめないでください。いやいやいや、いいよ、全自動はまんないな。まあいいや、アルバムノーダウトからじゃあ1曲いきたいと思いますが、じゃこれで、シングルで先行してますけどね、はい、アルバムの中でやっぱりこの楽曲がすごいなんていうの中心に なってるんじゃないかと思うんですよね。シングルの中でよくなんていうんだろう、このシングルスに受ける人と受けない人と真っ二つに分かれるだろうっていう話してたんですけど、それあくまでもセールストークで、実はちゃんと聴いてくれた人には絶対この曲は相手の中に入っていけるんだっていう信念で世の中にアップしましたからね、その曲です、はい、
NEC プレゼンツチャゲアンダスカ電光石火プログラムノーダウトをお送りしています、8月25日にアルバムが発売になったばっかりであります、僕は久しぶりだな、ハニー。お久しぶりです。ええ、でも、勝也さんどこ行ったの？いや、このコーナーは私が主役なんです。だから勝也さんはいらないの。どなたですか？これ、あのね、俺のソロの時に出てきたキャラクターなんだけど。はじめまして。うん、アスカは初めてでしょ？俺初めて。はじめまして。ちょっと、あの、わがままですけど。さあ、全国のチャゲアンダスカファンの皆さん、お待たせしました。他のラジオ番組、テレビ番組、雑誌では絶対聞くことができない。プライベートな質問をたっぷりとぶつけてみたいと思います。アスカさん、チャゲさん、チャゲさん何笑ってるんですか？面白いなと思って。よ、いいですか？いいよ、はい。40歳を過ぎて体力の低下を感じたことはありますか？かましいな、お前。ない。全然わかんない。アスカさん、女性のどんな仕草が好きですか？女性のどんな仕草ね。仕草はどうだろう。仕草というよりもなんか喋ってる口元には魅力を感じることが多いですけどね。口元、どんな口元ですか？ちょっと説明できないですけど、こんな口元ですけど。口元退屈男っていうんです。旗本です。はい、チャゲさん、スレンダーな女性とグラマーな女性とどっちが好きですか？両方好きですよ、ね。はい、最近泣きましたか？泣いてない。アスカさんは泣きましたか？うん、とりあえず毎日泣かされてる。うん、泣いてます。やってますか？やってます。アスカさん、はい、レオナルド・デカプリオと松坂大輔とビル・ゲイツ、生まれ変わるとしたら誰になりたいですか？はぁ、はぁ、面白いですね、それね。孫さんじゃない？孫さんでもいいけどね。それですか？ビル・ゲイツはなんかいいですね、時代をリードしてるみたいでね。でもビル・ゲイツ、ほら、顔にパイかなんかキッカなんか見られたのあれが見てちょっとね、寂しい思いしたんで。でもやっぱ松坂大輔は今一番旬かな。うん、俺ですか？俺がいいな。ライブで演奏される曲の歌詞は完全に覚えてますか？まあ、嫌なこと言うな、本当に。覚えてるよ。アスカさんは？いや、そういう質問は受け付けない。パス1、はい。レコーディングの間、え、何ですか？はい、はい、はい、レコーディングの間、レコーディングの間、よし。あ、イカリアさんだ、今イカリアさんがいた。よし、レコーディング中ゲームをやっていたのは本当ですか？誰が言ったんだ、そういうことを。やってたら、やってた、ファイナルファンタジー、あの、年でも取り上げました、ちゃんと。もう、こんな現場化しないで仕事しなさい、俺取り上げましたけどね。親か、お前。みたいなもんですね。よし。ライブ中、2人で歌っていて、どちらの間違いが多いですか？どっちだろうね。あのね、あの、俺の方が多いと思うんですね。私、飛鳥と言いますが、余計歌ってるもん。うん、俺の方が多いと思うんですけど。よく間違えますね。そう、ありがとうね。でも、俺余計歌ってるけど、確率的には俺は勝ってると思うんだけどね。うるさいな、こいつは。のハモる時に俺の声が出てきたから、後からフラッとハモってくるから、毎回歌の頭が母音でハモれるからね。ずるいね。うん、ずるいね。うまいね。学生時代、どんなアルバイトをしてましたか？え、学生時代、今でもいいですよ。今してないよ。学生時代いろんなことやったよ。おにぎり作ったりね。おにぎり屋さんでおにぎり作ったり。握ってたんですか？握ってたよ。三角に？そう。あ、機械、片押しなんだけどね。それとかボーリング。地質調査っていうやつ。あのボーリングじゃなくて、地質調査のボーリング。本当にかも。あれ初めて聞いたな、そんな話。すごいよ。ね、俺ボリングになってたんじゃないですか？ピンにね、釣られて。そうそうそう。アスカさんは喫茶店のバイト以外に何かやってましたか？俺やってましたよ。肉屋でね、肉売ってたし。で、それと、いや、ほんと測量設計やってたしね。高架工事が始まるんで、電車の。なんか系統が一緒ですよね。でも、あの、難しいの俺がやってたと思う。そんなことかけねえ。プールの監視とかね。あ、やってた。喫茶店もやってたし。でも喫茶店やってる時にこいつが友達連れてきやがって、チャゲが。俺がやってる喫茶店に20人ぐらい友達連れてきて、俺2ヶ月3ヶ月ただ働きしたっていう経験があります。こいつのために。
マスターがいない時来いって言ったのにマスターがいる時に連れてきて、はい、全部俺に乗ってしまいました。仲良しだったんですよね。そういう問題じゃないだろう、はい、ハニーもういいからお疲れさん、ね、なんでですか。いいからいいから、すげえ面白い。ありがとうな、バイバイ。なんでですか、バイバイ。なんでですか。すっぴん見たから面白いね。それではハニーリクエストいきましょう。私がこのアルバムの中で本当に好きな曲をリクエストします、うん、はい、もうすぐ僕らは2つの時代を超える恋になる。よくできました、よくできました。ああ、今の時間は僕自身なんか記憶が飛んでるような気がするな。確か地味編が出てきて星条旗をアメリカ国家をめちゃくちゃにしたような気もした。いやー、びっくりしましたね。なんか変なの出てきちゃって ね、 なんかね、変でした ね、 ね、わがままなんですよあいつは本当に。わがまま、うん、さて、あのチャゲ&ダスカは、はい、今年で20周年を迎えたということで、今第一線で活躍している若手ミュージシャンの中にも、うん、チャゲアスを聴いて育った人たちも少なくない、うん、2人はまあ小さい頃からチャゲアスを聴いて育った人たちが今第一線で活躍しているということはどういう気持ちでいるのか、これをちょっと確かめたい。そう、だからチャゲアスを子も言うたに、これ いるわけですよ。お母さんがファンがチャゲアスを歌ってて で育ったっていう。で、あのライブやっても、うん、どう見てもこの子はまだ15、6だなとか思うと、うん、あ、うん、この子は、うん、俺たちのデビュー曲一人咲きの頃にはこの地球上にいなかったんだなと思うと、うん、なんか不思議な感覚ですよね、うんうん、ここではそんな2人を尊敬してやまない若手アーティストから祝20周年のメッセージが届いている。あ、そうですか、早速紹介します、はい、まずはこの人です。アスカさん、番組お聞きの皆さんこんにちは、トライセラトップスのドラムの吉田修美です。吉田、チャゲ&アスカが8月25日にデビュー20周年を迎えられたということでおめでとうございます。はい、ありがとう。いやー、もう思えば東京に初めて上京した時に、一番最初にお世話になったお二人で、もう本当に20周年っていうのはもうすごいですね。僕たちトライセラトップスはこの前やっと2周年目を迎えたということなので、まだ、もう僕たちも20周年迎えられるぐらい頑張りたいと思います、はい、これからもう30周年40周年を、迎えてもらえるように、ますます頑張ってください。また、ゆっくりお話ができると嬉しいなと思います。というわけで、ドラムのトライセラトップスのドラムの吉田義文でした。はい、ありがとう。あの彼ね、ドラマだったんですけど、まあ、あの彼東京出てきた時、まあ、僕らちょっとスタジオに入ってて、で、まあ、あのドラムのイギリスからミュージシャン来てて、それでとにかくアシストをやってみよう、やってみろよってことで、ニール・コンティっていうドラマがいるんですよね、そういうのも向こうで有名なやつなんですけど、そのセッティングかなんかをずっと彼にさせて、それでなんかあの手首の柔らかいとことかすごい勉強になりましたみたいな、すごい見るとこ見てるんですね。でそれでなんかこいつ面白いなってことで、いきなり僕らレコーディングに使ったりしたんですよ。そうなんですよ。すごい良くて、うん、でそのうちちょっとあの僕らのとこからちょっとなんか面白いユニット組んだんで、うん、ちょっとそれで活動始めたんです、うん、なんてグループって言ったら、いやとりあえずはトップス、ほんとうまくいけばいいねなんていう話してたら、デビューに行っちゃいましたね。で楽曲最初出てきた時は本当にね、もう嬉しそうな顔で、ね、音源持ってきたんですよ。でそれで僕ら聞いて、うん、まあでもほらたくさんある中の新人になるから、うん、その中でまあちょっと不安なんですよね。つまんない音だったらどうしよう、なんていう反応をすればいいんだろうみたいな、むちゃくちゃいいんですよ、うんうん、ボーカルいいしサウンドいいし、うんうん、きっといつかもしかするとこから来るんじゃないかなみたいな話をしてたら、うん、もうそのあっという間にこう来ちゃいましたね。そうか。さあ、続いてまだおります、この人です。チャゲ&ダスカさん、20周年記念おめでとうございます。はい、今ですね、僕ダバンプのしのぶが、まあ、こうやって芸能界に、入って、歌を歌っていられるのもですね、チャゲ&アスカさん、2人の、歌の影響があったからこそです。これからもですね、陰ながら、応援してますんで、これからも、末永く音楽をやり続けてください。俺も応援してるよ。とりあえず20周年記念どうもおめでとうございました。ありがとう。しのぶでした。アルバム買ってね。今はもう買わなくても結構売れてるもんね。めっちゃくちゃ売れてるもんね。あれ
らかっこいいですよね。すげえかっこいい。いやありますね。だから若いけどあのフレーズ知ってるね。陰ながらとかね。陰ながらってのは言えないよ普通。陰ながらって昔の人のフレーズだね。でも場所間違えるとね、妙にマイナーに入っちゃうとね。忍っていう名前も結構それっぽいんだ。うん。でもありがたいですね本当にね。すごい。全然ほらまたこう楽しいなっていうのはあの全然音楽性方向もちょっと方向違うっつっておかしいけどね、それぞれの道をみんな行ってる、そういうのいいですよね。勢い感じますよ、すっごい勢いは。うん、そうか。それでは1曲いきたいと思いますが、これははい、ですね、今回あのアルバムの中で、ミディアムが中心になってるんですけど、その中でバラードって考えたら少ないんですけどね、そんな少ないバラードのうちの一つの曲です、僕がここに来る前に。NEC プレゼントチャゲアンダスカ電光石火プログラムノーダウト、いかがでしたか。ここでですね、やっておかなくちゃダメなことを やらせてください。まず、チャゲアンダスカオフィシャルホームページのお知らせです。チャゲアンダスカオフィシャルホームページ Net of CNA、これはチャゲアスの最新情報、そしてテレビやラジオの出演情報からライブレポート、楽曲の紹介まで、ファンならぜひアクセスしてほしいページなんですが、会員制です。詳しくは NEC のビッグローブのホームページまでお問い合わせください。そして、今日もたっぷり話をしていただいた全国ツアーのお知らせなんですが、チャゲアンダスカコンサートツアー電光石火サポーテッドバイ NEC は9月3日のマリンメッセ福岡をスタートして、そして広島グリーンアリーナ、仙台市体育館、10月に入るとマコマナイアイスアリーナ、国立代々木競技場第一体育館、大阪城ホール、さらに11月の名古屋市総合体育館レインボーホールまで全21公演を行います。そして大切なお知らせがありました。番組の最初でもお話ししたプレゼント、あ、話したかな、しなかったかな、ちょっと忘れてしまいましたが、プレゼントです。チャゲアンダスカ特製ビニールトートバッグ、これはとても可愛いトートバッグです。いいですよ、はい、ご希望の方ははがきに住所、氏名、年齢、そしてこの番組の感想なんかを書いてね、郵便番号102-8080、郵便番号102-8080、チャゲアスプレゼント係、失礼な、チャゲアスってのはチャゲ&アスカプレゼント係、どっちでもいいです。9月10日到着分まで有効です。商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。ということで、私小林克也ここで失礼させていただきますが、番組はまだまだ続きます。はい、この後なんとチャゲアンダスカの2人だけで番組を進行していただくと。あ、そうなんですか。ということでね、はい、お送りしてまいります。珍しいですよね。珍しいです。僕が出て2人残るっていうことね。悪口をいろいろ言ってください。お送りしてまいりましたNEC プレゼンツチャゲアンダスカ電光石火プログラムノーダウト。それではこの後も頑張ってね。ここまでのお相手は小林克也でした。じゃあまた。ありがとうございました。チャゲアンアスク。やめろ。やめろ。ノーダウト。ここからは僕とチャゲの、いや違いますね。僕とアスカの二人で。そのまま読んじゃいましたこれ。僕とチャゲの二人でっておかしいじゃないですか。僕とアスカの二人でお送りしていきたいと思いますが。はいはい。久しぶりですね。久しぶりだね。こういうトークはお前のなんだっけ、番組トレジャーボックス出て以来ですね。はい。一瞬ですね。それではですね。これ俺だ。それではまたここでニューアルバムノーダウトから一曲聴いていただきましょうかね。これは？これね、アルバムの2曲目に収められておりますね。群れがあって、このコーナーっていう曲なんです。これは両曲にあるような曲なんですけどね。うん、まずは聞いてみましょう。ザ・コーナー。チャゲアスカ電光石火プログラム No Doubt。 似てない似てない。ここまではニューアルバムの曲をたっぷりとお送りしたわけですが、はいはい、ここではちょっと懐かしいチャゲアンダスカのナンバーをたっぷりと楽しんでいこうと思っておりますね。はい、アスカ、これ俺たち今シングルどのくらい出てるか。これね、これちょっと前に話したばっかなんだよ。これお前と俺、この、あ、じゃあ先輩のやめろ先輩、こんなやつなんだけど、先輩ほらちょっと早いから、これね、全部でね、41歳なんで、年と一緒なんですよね。チャゲアスカ今年41なんですけど、これ奇遇でしょ。
ね、ちょっと不思議だよね。なんか巡り合わせがあるんですねこれね。ということでね、ここではデビューシングルの一人咲きから最新シングル胸まで全部聴いていただきたいと思うんですが、フルでかけていったら 番組がとにかく何時間でも足りませんので、どこらずつフラッシュにしてきました。そうですか、15秒ずつ。ラブソングダブってるからこれ40曲なんだ。ああそうかそうか、ね、とりあえずね、とりあえず流してみましょう。こう一生懸命作りましたから俺が。そうか、はい、それではどうぞ。20年前の8月25日ね、講談社の上で、講談社の上でしたね、はい、ね、テッドの服なんですけど、ね、ブレンジョーですね、タイトル前、タイトル何でしたっけこれ。いや覚えてないですね。アマチュアの時の作品ですもんね。そうですよね、これはね、おならが臭かったんですよ。ああ、カメラマンのね、臭かったですね。これはね、もう本当に冷夏でね、夏これ霞ヶ浦か、あ、ジャケット取った時ね、これね、夏に8月1日かなんかでな、そう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 、暖房を焚きながら行ったんです。そう、すごい寒かったんです、夏の伏せしてね。これはもう皆さん知ってると思うんですよね。次、これ多分知らない人多いんじゃないですかね。一スタジオ2か3が出ましたけどね、でもあんまり霞もしませんでしたね。これね、写真が六本木ので、僕今で言うボギーズバー、ボギーズバーじゃないよ、あの下に降りたところです。ああ、そう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 、はいはい、六本木で撮ったんですけど、ね、これね、ジャケット私横向いてるんですけど、なんでかってこれ物もらいできてましてね、そうですね、そうそう、横向いてるんです。絶対一つと思ったんですけどね、後々だったですね、時間かかりましたねこれ。1982年、この曲、うん、初めて披露したのが妻声だったですよ。そう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 、ね、クリスタルキングね、コオロギとバッタ、コオロギとバッタだしね、クリスタルキング。懐かしいねこの曲も。これはね、函館ですよ。そう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 、あのね、北風物語、ヤマハからジャンパーもらったんですよね。そうそう、これずっとしばらく来てましたもんねこれ、うん、この辺あのチャゲアンダスの氷河期って言われてますからね。なんですか。ヒット曲、そんなもん寂しいこと言うなよお前。ほら、この曲ユウスケサンタマリアが持ってるという。そうそうそう、ユウスケが好きだったっていうね、マリオネットなんですけどね。このカップリングがなぞなぞ勇気なんですよ。あ、そうですね、時代が早かったな。 NHK ホールで大丈夫華やかに傷ついて、はい、ここまではチャゲアスの氷河期っていうの終わりなんですよ。これあの小柳ルミ子さんに渡すはずだったんですけど、ボスになりましたよね。って意味で歌ったんですよね。この辺から雪解けで溶けてきまして、チャゲアスっていうのが、そうですね、ピアノで楽曲作るようになったことですよ。そうなんですね、これ名曲ですね。中目黒に引っ越してすぐの歌ですね。ヤンキーのお姉ちゃんが歌うんだカラオケで。あのファッションが変わってきましたね。あのお前のばあちゃんが怒った時だよ。俺全然顔が見えてない、見えないっすね、皮膚が見えてないっすね。紅白歌のベスト戦とかゼロだったね。これはね、これ川口君のスタジオですよ。そうです、で撮ったのはジャケットはハワイなんですよ。全然違うやんみたいなやつ、これあのワーナー最後のシングルになりますね。そうそう、その後アスカのやつが来ますけど、リンガーリンガーリンガーハット思い出しますけど、リンガーハット、オンリーローに刺繍も出しましたね。あ、そうですね、これ2つ合わせてあのなんかジャケットが1枚になるっていう。そうそう、で見てるバチだですけどね、はい、あんまり騒がれなかったですねこれ。いやいや、感想とかね。それから、はいはい、来ましたね、もうこれキャニオンに移籍して第1弾ですね、これもすごかったですね。これジャケット何が何だか分かんないしジャケット取られますけどね。この頃ですよ、オタクがサングラスかけ始めた。そうなんですよ、ねえ、そうそうですね。これはね、横浜スタジアム思い出しますねこの曲になると。夏のね、野外思い出しますね。緑色を作ってましたね。そうですね、取ったカマキリって言われましたね。サイドどうにかしてるって言われてた時ですよねこの2人とも。はい、俺も横浜思い出すんですけど、俺はそうですね、うん、この辺からね、うん、1900は今86年まで行ってますよ。俺って日本でレコーディングしたっけ。そうですよ。そうだっけ、うん、まだそうだよな、うん、行ったことないから、ね、あ、これはね、弓矢が
の間ですよ。実はね、もうモーニング娘。がその後すぐぐらいにこの曲ができてたんですが、なんとなく収められないままここに来て、今日シングルだったんですね、この曲ね。86年、うん、次が87年ベーラマですね。ベーラマ長崎でコンサートやった時にですね、全員さんアメリカ人がどこどこってコンサート会社を掘りって俺たちの歌だなんてね聞いて、外人いっぱいいますからびっくりしましたね。全員ポパイみたいでしたね。ライブで歌い倒しましたね。本当にもう重宝してますねこの歌、ね、歌い倒したけど未だにまともに歌えないっていうね。ゴンドラが圧巻でしょう。ゴンドラのねライブで、で次はね88年、これねジャケット駒沢公園、駒沢公園 の、 あの壁のとこですねこれね。この頃ね彼ですよ、あのハーモニーの研究が始まったのが。そうですね、ブロックコーラスというねやりましたね。これねプロレスの番組のテーマ曲だったんですよ。そうですね、ジャケットはスタジオのトイレで撮ったんですよ。はい、そうですね、はい、すごいでしょうからね。俺この曲好きなんですよ、うん、これもあの先行ってましたね、うん、これもあのタナシンガーに提供したんですけど、よかったんで返してもらいました。順で歌ってみました。これチャイムっていうタイトルだったんですよ。あ、そう、はいはい、89年ですね。そうですね、10年前ですね、これ名曲だな、やっぱり。あのこの頃からもうなんともとにかく仕事するって曲書くのがすごい楽しかった時期が入ってきますね。そうだね、もうとにかく曲書きまくりの時期ですよね。ほら、しました。ビーボスですね。うん、僕も本当楽しく書いてましたよね。これ乗ってますね、この辺アスカ君はね。うん、すごい曲書いてましたよ。ね、ね、はロンドンで。そうですよ、ロンドン。はい、カップイン曲何でした？イエローメン。あ、そうですね。ね、でも楽しい旅行になったですね。そうですね。初めてのね。これなんで僕向こうに住んだ時ですよ。私なんか馬小屋に寝かされましたからね。お前そういうこと言うなよお前。俺が選んだんだからお前。はい、来ましたね。91年。1月30日、太陽と怒りの中で、これも根強い人気ですね。ドゥーヤドゥーと太陽の頃でどっちがシングルかっていうふうに揉めたんですけどね、随分後からもういろんな話題にならず結局シングルかってなりましたね。では、お待たせいたしました。来ました。これがね、91年の7月24日。そうか、うん、なるほど、ここ沖縄なんですよ。そうですね、スタイリストのクリちゃんと初めて会って。あ、今ジャケットの話してます。はい、はい。僕はこの目で嘘をつく、略して僕目って言うんですね。長いタイトルは略すことがあります。アルバムついに収められましたが、シングルカットになりまして、カップリングサイドがドゥリーダイジェストっていうね。そうそう、肉の先でしたね。違うよ、まあアイデアだよ、まあそれでこれ爆破シーンやりませんでした。92年ですね、これは10月と。カップリングのシーンなんだよ。いやいやいや、ドラマの人はこれですけどね。そうそう、ドラマに出るなんて話もあったんですけど、なんとか曲だけにしてくださいって言って、病人の役になるっていう。病人じゃないだろお前。いいですね、サンザンドはい、はい、93年8月20日。うん、そうです。あ、これは今かかってるのアルバムバージョンのがかかってますね、きっとこれは40カラットソウルのやつ。あれはアルバムバージョンですからね。はい、はい。You are free ですね。なんかコーヒー飲みたくなりますね、これ聞くと俺は。ああ、そうだったね。上昇っていうね、何杯飲んだか知りませんからね。分かんねえよ。そうそうそう、怒ってねえよってやつがね。はい、なぜ君ですね。93年11月19日ですね、うん、コンサートオープニングなんかでも出しました。史上最大の作戦の1曲目がこれかな、オーストラリアで撮ってきた砂漠のジャケットでやりました。はい、ハートです。94年ですね、はい、ハート、ナチュラル、オンヤマンなんてね、3曲目やつですね。これいいシングルだな、これ。うん、エミちゃんの顔浮かびますね。エミちゃんがコンサート来た時のブルーのコートを着てる。これなの
しびれましたね。しびれましたね。旅、人の妻です。サムスイングベア。アレンジは松本明彦なんですね、これ。これそうなんですよ。ね、この時にね、もうあのこれあの。なんだっけ、ロスのね、うん、まあ、ストリートファイターっていう、そうそう、そうそう、なんだっけ、ハリウッド映画の、テレビになりますよね。1996年2月19日でしたんですよ。意外とね、表で出なかったんですよ。俺、これすっげえよくできたけど、ね、自分で思ってるんですよ、これは。あ、アンプラグドもやりましたもんね。そうですね。で、これで、3年間ブランクがあって、どうなんでしょうね。ちょっとやっぱ変化してますね。無礼ですね。はい。ね。ここまでで41曲、40曲書きましたね。すごいですね。ね、あ、15秒ずつフラッシュでやっちゃったんですけどね、どうですか、やっぱそれぞれいろんなこと覚えてるもんですね。やっぱ覚えてるね。なんかね、レコーディングの瞬間だとかね、そういうなんかスタジオなんかこうどういう会話がなされたなんていうのは何とか覚えてますね。それではですね、この40曲の中から懐かしいこの曲をいきたいと思います。チャゲ&アスカでウォーク。何すんの？何すんの？よくぞ聞いてくれました。これから私が2人にチャゲ&アスカカルトクイズをいろいろ出しますので、ズバリ手押して答えてもらいます。あ、俺たちが？うん。そして今聞いてるリスナーのみんなもぼーっとしてちゃダメですよ。参加してもらいます。これからチャゲさんとアスカさんにクイズで戦ってもらうんですけれども、2人のどちらがクイズに勝つか、どちらがチャゲ&アスカに詳しいか予想していただきます。俺、勝ったらなんかハワイに連れてこないの俺は。うん、全然連れて行くね。チャゲ&アスカカルトクイズは、アスカが勝つか、チャゲが勝つかを予想して、ファックスで応募してください。予想の締め切りは、この後の1曲、聴いていただく間だけです。ファックス番号は、東京 03-3221-1800、東京 03-3221-1800 までです。もちろん、ズバリ予想が的中した方の中から抽選で1名の方にプレゼントを用意しましたので、どうか頑張ってください。たった1名か。ちょっとね、ちょっとだけ。とにかく、2人のどちらがチャゲ&アスカに詳しいか予想してください。俺にかけろ、俺に。そうですよね、アスカさんは応援メッセージは。俺ダメだな、なんか最近ね、全然ダメだな。最近弱気なんですか。最近はね、なんか5、6年前まで強かったんだけど、こういうのではね、もう細胞が死んでるかもしれない。お前そういうことで脳がね、割と石灰化してきてるから。俺たち2人ともそれは体力の低下とは違う。これ見てもらったんですよ、この前。どうでした。いや、もう完全に2人とも石灰になってました、脳が。そうか、はい、じゃあ曲を聴いて石灰を溶かしましょう。あの子にお石灰ってのはポール・マッカートニーにありますね。アスカさんの好きな曲ですね、はい、お送りするのは私の大好きなこの曲、チャゲ&アスカラブソング。曲が終わったので予想のファックスはこれにて終了。ね、早速2人にクイズを出しますので、はい、分かった時点ではいと元気を答えてくださいね。ピンポンとか押すやつはないのね。ない。予想した人たちも応援しながら聞いてくださいね。では早速いきましょう。 C&A カルトクイズ第1問。ピカピカピン。現在チャゲさんは東京 FM で番組を担当していますが、前の今から4年前チャゲさんのレギュラー番組が終わるときに、アスカさんはあることでチャゲさんをねぎらいました。そのあることとは何でしょう。わかんねえ。4年前なんだろう。はい、ファックス送ったで、こいつに。そうです。直筆のファックスチャゲさんに送りました。忘れてます。だってこいつさ、せっかく本気で送ったのにチラッとしか読まなかったの、最後に。で、俺その後にちゃんと送ったから、ちゃんと読めってまた送ったんだよ俺。あまりにもバックすごかったんだね。そう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 。あ、覚え出した。そうそう、はい、負けた。はい、次。そうです、
小の字だね、はい、第2問、これからチャゲアンダースカのある超有名な曲を逆回転で聴いていただきます。つまりその曲のタイトルを答えてください。修夜曲。違います。もっと新しい。わかった。はい。どうぞ。温野マーク。全然違う。温泉マーク。そんな曲あったっけ。アスカさん、わかりますか。これでテンポ感がね。バラードだもんな。そう。温野マーク系です。ただ。プライド。そう。あたりいいです。痛いけどな。ステージの最後の曲、ノーノーダーリンで、スタッフが2人に内緒である素敵な、はい、いや、でも同時だったね、今のは。せーの、ペンライト。そうです。これからチャゲアンダースカのある曲を回転を遅くして聴いていただきます。ズバリその曲のタイトル答えてください。はい、はい、オンヤマ、これがオンヤマだよ。そうです。何で分かんの？これ大正生まれかと思った。第5問。1995年当時チャゲさんはあるものを食べるとレコーディングがうまく進むことが多いと言っていました。その食べ物は何でしょう。梅ヶ谷餅。違います。今もきっと食べてるよね。あ、わかった。ペヤングの焼きそば。よしよしよし、ハワイが近くなってきたぞ。第6問、はい、これからチャゲ&スカのある曲の中の熱いギターソロを聴いていただきます。その曲のタイトルを答えてください。これです。え、なんで、うん、これは、うん、いいよ、一人だけじゃないですか。あ、それでいいんですか。あ、もう舐めとんのこれはね、はい、そうですよね、チャゲ&スカですもんね。では第7問、ズバリチャゲアンダースカ20枚目のシングルは何でしょう。嫌なこと言うな、お前ちょっと待ってよ。これよし、勘で言う、あのずデザインで覚えてください。これ間違えると全部なくなるぞ。嘘、あのずれてなるぜ。カウントダウンとかないんじゃないですか。うん、キャニオンに入ってから帰ってからなんだよな。わ、はい、はい、どうぞ。ラブソングだよ。その間、その間、恋人はワイン色。ピンポーン、多くなったな。続いて第8問、これからチャゲアンダースカのある曲のエンディングの部分だけ流れます。つまりその曲のタイトルを答えてください、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、これはもうノーバディーバっていう風することこのワインのためじゃないですか。全然わかんなかったやっぱりそうだと思う。ウォークとか用意してたもんよかった、答えない。まだ次がありますからね、はい、第9問、モーニングムーのジャケットで2人が着ていた衣装の色は何色でしょう。はい、あったかどうぞ。白のコートですね。白のコートです。ピコピコピコ。第10問いきますか。負けとるやん俺。勝った俺。わ、これ逆転クイズですよ。何言ってんのお前。答えたら3倍になるってやつ。失礼な俺でもね、そういうのボーナスクイズ、ボーナス得点、今までそういうの受け入れて最後に俺が負けることが多かったね。そういうのなし、一発逆転がある。今何対何ですか。6点ですね、俺。6対2、6対2だ。では、はい、では最後の問題です、はい、第10問、これからチャゲアスのある曲のイントロを聴いていただきます。ズバリその曲のタイトルを答えてください。超イントロドン。はい、NZL のベースボールキャップ。はい、ちょっと見ます。でも10点ポイント逆転だろ。でも負けた、俺の負けた。では結果発表です。アスカさんが7点、タケさんは4点。やろ、勝つと思ったんだよ。お前よく言うな。アスカさんの勝ち。予想がズバリ当たったリスナーの中から抽選で1名の方にプレゼントをお送りしますので、楽しみに待っててくださいね。みんな楽しんでくれましたか。また私とはどこかでお会いしましょうね。もういい。ファンレターも待ってます。ないって。はい、チャゲアンダースカでビジョンをお届けいたしました。チャゲアンダースカ電光石火プログラム、 No Doubt。
ハニーもいなくなったことだし、もう最後番組も最後なんで今日は2時間そうですね。どうでした？どうでしたって、まあなんか最近ほらなんかあのずっとプロモーションっていうかラジオ出ること多かったじゃないですか、うん、なんかこう2人でやってるとなんか締めのような気もしないではないかなと気がしますね。プロモーションのね、もらいますが、はい、結構ね、今回俺たちやったねプロモーションね。なんかねラジオテレビ取材や結構ちょっと最近ないぐらい。ただこの時期多分なんか雑誌見てもラジオ聞いてもテレビつけてもチャゲ&アスカっていうの出てるんじゃないかと今の時期思うんですけど、ね、やるって決めたからね。そうね、いつも決めてなかったから今回はまあやろうかっていうのでかなり動きましたからね。でまあでもリハーサルがこの状態でまあ言ってますけどね、うん、今はまあはっきり言うともうかなりね進んだところでもコンサートをこう迎えながらとか、うん、まあまあなんかどういう形になっていくかもわからないところではありますね、うん、そうですね、うん福岡から9月3日福岡から正式にツアーが電光石火やるわけですけども、まあなんか初日が福岡っていうのもね、うん、なんか初めデビュー当時デビューして一番最初のコンサートが福岡じゃなかった？そうあ、ね、旅立ちコンサートねが福岡でしょ、それ以来です。ね、20年ぶりに博多で初日を迎えるんですけど、まあ楽しいライブにしたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それではもう最後の曲いきましょうか、じゃあアスカからどうぞ。はいはい、これじゃあアルバムバージョンからかな。はい、そうだね、いってみましょう。この愛のためにお送りしてきましたジャゲ&アスカ電光石火プログラム No Doubt、 いかがだったでしょうか。ここでもう一度ツアーのお知らせです。早いなんて。ジャゲ&アスカコンサートツアー電光石火Supported by NEC。 北立代々木競技場第一体育館は10月10日日曜日、11日月曜日、13日水曜日、14日木曜日。これは全部ソールドアウトですね。そして追加公演が決定しました。決定しました。パチパチパチ。10月16日土曜日、場所は同じく北立代々木競技場です。チケット発売は9月5日日曜日。お問い合わせは情報 D が0180。ね、ハニー今日は最初から最後まで一応ありがとう。え、でもなかなかポイントついてたね。いいでしょ。だからもうね、その出題なんていうのはなかなかポイントついてた、ね、ハニー自らも考えてましたから、あの問題は、まあ、カルトですよね。ハニーは書いちゃいましたけど、番組も本当に終わりの時間になってしまいました、というわけで、チャゲ&アスカ電光石火プログラム No Doubt、まあアルバムも出たし、本当に次はツアーを待つのみのとなりました、うんうん、楽しんでほしいなと思ってます、お相手はジャゲとアスカでした。それでは失礼します。NEC presents チャゲ&アスカ電光石火プログラム No Doubt。チャゲ&アスカ、今新しいステージへ。 NEC はチャゲ&アスカコンサートツアー電光石火をサポートしています。音楽が人と人を結ぶように、心の通い合うネットワークを目指したい。あなたのためにできること、 NECチャゲ&アスカ、今新しいステージへ。 NEC はチャゲ&アスカコンサートツアー電光石火をサポートしています。音楽が人と人を結ぶように、心の通い合うネットワークを目指したい。あなたのためにできること、